ドゥーハー・アンギーズ・サー・ミネジャード・セッティー・ケ・サー・ミネジャードは、イランで、初めてのトーキー映画、ロル族の娘で、タイトルロールを演じた、ペルシャ語による、映画史もしくは、イラン映画史上初めての女優である。セッティー・ケは、イラン歴1295年ティール月3日、ケルマーン・シュー・バムに生まれた。1三百八年に、ボンベイ帝国撮影所で働いていた夫のダマー・バンディーに連れ添って、 ヒンドゥースターンに移住した。その18年後にイランに戻った。映画、ロル族の娘が好評を博したため、サーミネジャードは、アブドルホセインセペンタ監督の映画、シーリーンとファルハードにも出演した。しかしながら、映画出演のせいで家族に避難され、一人で時を過ごすことを余儀なくされたという。サーミネジャードは、1349年にイラン映画、その成立から、 セペンタまでというドキュメンタリーの中で、この女難の時期についても語り、辛そうに泣いた。このドキュメンタリーの中では、映画に出演するまでの行き札についてもカメラの前で語っている。彼女の最終学歴は、高等学校の一回生であり、短い女優としてのキャリアの後は看護婦をしていた。彼女は3回の結婚をしたが、いずれも離婚に終わり、子供はなかった。 三人目の夫と死別した後、生涯の最後の七年間は、一人で過ごした。そして、彼女が亡くなった時には、多くの人に、もっと前にすでに彼女が亡くなっていたものと思われていた。ドゥーハー・アンギーズ・サーミネジャードは、1376年、オルディ・ベヘシュトツキとお母様で、テヘランのパースダーラン通りにある二階建ての家の一階に、住んでいた。そして、同日午後、 80歳で亡くなった、ベヘシュテザフラー共同墓地36-44列41号に埋葬された。ありがとうございます。